ホビット流に奪われた王国は、ピーター・ジャクソン監督、制作、共同脚本による2013年のエピックファンタジー、冒険映画である。J.R.R. トールキンの1937年の小説、ホビットの冒険を原作とした、ホビット三部作の2作目である。放題が正式決定する以前は、現代の直訳である、ホビットスマウグの嵐場が、歌唱として使われていた。また、 劇場公開版に未公開シーン約25分を追加したエクステンデッドエディションを映像ソフトで発表している。邪悪なドラゴン、スマウグに王国エレボールを奪われたドワーフの王トーリンは、スマウグを退治し、王国を奪い返そうと13人の仲間と灰色の魔術師ガンダルフ、そしてホビットのビルボバゲンズらとエレボールを目指して旅を続けている。道中、 邪悪なオークたちの追撃をかわしつつ、冒険を続ける、トーリン、ビルボたち。やがてガンダルフは、もう一つの器具を確かめるため闇の森の前で、旅の仲間たちと別れ、邪悪なネクロマンサーの噂を確かめるためトゥグルドアに、向かう。ガンダルフはそこで、恐ろしい魔人の復活を目の当たりにする。ガンダルフと別れたトーリンたちは、恐ろしい巨大雲の巣穴に紛れ込んでしまい。 雲に捕食されかけるが、ビルボの起点とシルバンエルフの王の息子レゴラスと闇の森の守備隊長タウリエルが現れた。ことによりその場を生き延びる。しかしシルバンエルフはドワーフに良い感情を持たず、より好戦的な種族だった。エルフに見つからなかったビルボを除き、ドワーフ一行はエルフの里に捕らえられてしまう。トーリンはエルフの王で、レゴラスの父であるスランデイルと会談する。 スランディルはスマウグの元からエルフの宝を持ち帰ることを条件に解放する取引を持ちかけるがかつて王国を奪われた際に見捨てられた恨みを未だに忘れていないトーリンは取引を拒否ドワーフは全員投獄されることとなるそんな中タウリエルは獄中のドワーフの一人キーリと意気投合し互いを意識するようになるその後こっそり侵入したビルボの助けにより ドワーフ一行は損に乗り込み川へ脱出する。しかし、一行がエルフの里から出てくる時を待ち伏せていた多くの襲撃に遭い、辛くもその場を逃れるガキーリーは毒矢を受けて負傷してしまう。また、武器は全てエルフの里に残してきてしまったため、丸腰であり、一行はまたも危機に陥る。そこに現れた湖の町、エスガロスに住む弓の達人バルドに助けられ、 町の中へ、密入りする。エスガロスは、エレボールのある、離れ山の近くであるが、かつて、スマウグに襲われ、富を失った谷間の国の人間たちが逃げ込み、現在は堕落した東領により支配されている腐敗した、町だった。バルドは子供たちを養いながら、クーデターを計画していた。そんな中であったドワーフ一行は、町の予言にあった。 山の下の王の復活ではないかとバルドは考える。ドアンフ一行は投了に隠れて、エレボールに向かう準備をしていた際に、キーリの傷が悪化し見つかってしまう。一行は、尋問を受けるが、王国を取り戻した赤月には、財宝は、山のふもとのすべての民で分け合うことを約束し、町の指示を得る。しかし、バルドは、竜を刺激しては再び町が襲われると王国の、 奪還に反対した。誰よりも、竜の恐ろしさを理解していた。彼は、かつて、スマウグを殺し損ねた、谷間の国の領主ギリオンの子孫だったのだ。意見は割れたが、最終的に東領が一行を歓迎することと決めた、ことで、東林の説得は成功し、武器や装備を手に入れる。いよいよ、エレーボールに向かうが、キーリは、傷の悪化が激しかったため町に残る。 呂頭林に命じられてしまい、キーリの兄フィーリも弟と共に残ることにする。苦難を乗り越え、入り口と鍵穴を発見し、エレボールに到着した一行。ビルボはドワーフの秘宝であるアーケン石を求めて一人、エレボール内部に侵入するが、金銀財宝のあふれた宮殿の中で邪悪な竜が眠りから目を覚まし、ビルボの前に巨大な姿を現す。 ビルボはスマウグからアーケン石を奪い逃げようとするが、追い詰められてしまう。そこにトーリンたちが助けに現れるが、巨大なスマウグに立ち打ちできず、危機に陥る。しかし、トーリンの起点でエレボールの炉に火を入れ、溶かした黄金でスマウグを固めようと思いつく。作戦は成功したかに思えたが、スマウグは固まる前に脱出し、 ドワーフ一方に協力したイスガロスを滅ぼすことを告げ、エレボールから飛び立った。撮影の大部分は2012年内に完了していたが、2013年5月、本作及び完結編の決戦の行方の物語のために、ニュージーランドで追加撮影が始まり10週間続いた。本作では、ゴラム役のアンディ・サーキスは出演していない。サーキスが出演しないのは、 ロード・オブ・ザ・リングシリーズを含め、シリーズ初であるが、前作、思いがけない冒険と同様に、第二版監督として制作に参加している。映画音楽は、ハワード・ショアが作曲し、ニュージーランド交響楽団が演奏した。サウンドトラック版は2013年12月10日に発売された。エンドクレジットでは、 イングランドのシンガーソングライターのエド・シーランによる IC ファイアが使われた。2013年11月5日にロサンゼルスプレミアでのベネディクトカンバーバッジ。ピーター・ジャクソンは2013年3月24日に開催されたライブイベントでシリーズ2作目の詳細を初めて明かした。アクセスコードはホビット思いがけない冒険の DVD にアタッチされた。中継放送でジャクソンは エヴァンジェリン・リリー演じるタウリエルの役割はエルフの守備隊員であるといったプロットの一部を明かした。一本目の予告編は2013年6月11日に公開された。2013年11月4日、3分に及ぶ予告編が公開された主要プロットが明確となった。プレミア上映は2013年12月2日にロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。 国際市場では2013年12月11日、アメリカ合衆国及び、イギリスでは12月13日より封切られた。2013年12月18日時点で、北、アメリカでは9099万8253ドル、北、アメリカ外で1億3540万ドル、全世界で2億2639万8253ドルを売り上げている。 ロサンゼルスでのプレミアの後、メトロやガーディアンは、批評家の反応が好評であったと報じた。一方で E は、前作よりも好評であるが賛否両論と報じた。国際公開の後で、MTV は批評家の反応が好調であると報じた。ロッテントマトズでは180件の批評家レビューで、支持率は74%である。メタクレティックでは44件の批評家レビューで、 荷重平均値は66、100である。ありがとうございます。